小森恵子と一緒に日本語を勉強しましょう。今日はオノマトペです。ゾクゾク、ゾクゾクするっていうのはちょっと寒気がする時の表現ですね。今からこうちょっと寒い感じがして、今から熱が出る、熱が出る前にゾクゾクする、熱が出るんじゃない、暖かくしてすぐに休んだ方がいいわよ、ゾクゾクするんですというふうに、言います。次はブルブル、ブルブルっていうのは震えている様子を表します。ブルブルと震えている、ブルブルと震えている、ブルブル震える、今日は寒くて、うち の犬もブルブル震えてるよっていう風にね、寒い時の様子を表します。